大津市は、滋賀県の南西端に位置する市。滋賀県の県庁所在地で、中核市に指定されている。日本三名橋の一つ瀬田の唐橋。ことわざ、急がば回れの発祥として知られる。天智天皇が、大海大津宮に遷として、以来、1350年以上の歴史を有することで、ある。戦時中の被災や自然災害が少なかったことにより、世界文化遺産の延暦時、 御城寺、日吉大社、石山寺などの古社寺をはじめ、多くの文化財や史跡、名称が現存する。市町村単位での国指定文化財保有件数は、京都市、奈良市に次いで、全国で3番目に多い。県家随一の規模と歴史を有し、第1回地域ブランドに認定された小言温泉や、日本三名橋の一つ瀬田の唐橋、カルタの聖地として知られる、大見神宮。 松尾芭蕉の墓、明智光秀一族の墓、都市近郊型高原リゾートビワコバレーも所在する。また、夏は、ウォータースポーツやトレッキング、冬は、スキーなどのアウトドアが盛んである。大津湖、岸渚佐公園の周辺には、カフェレストラン、オペラハウス、リゾートホテルが立ち並び、地元市民や観光客の憩いの場となっている。古くから、多くの和歌や俳句に読まれたり、 大見八景に描かれるなど、風光明媚な地としても世に知られる。特に湖畔エリアは、頻繁山と琵琶湖に囲まれて、自然と都市が融合した景観であり、文化施設が整備された大津湖、岸奈義佐公園が都市景観百選及び、関西自然に親しむ風景百選に選ばれている。また、ラフォルジュルネ創始者のルネマルタンは、水辺の風景として、 ウィーンやプラハに共通する美しさがあると語った。京阪電鉄大津線の琵琶湖浜大津駅付近は、平洋軌道となっており、種々のラッピング車両が運行されている。地域は、琵琶湖の主要な港湾である、大津港を用紙東海道の宿場であった大津を中心に、ゼゼ藩の城下町であったゼゼ、比叡山の門前町や港湾として栄えた、坂本、古城交通の拠点であった方だ。 大見国庁があった、瀬田などからなる。滋賀県の県庁所在地かつ、最大の人口を抱える都市であるが、政令指定都市である、京都市に隣接し、大津駅から京都駅まで JR で10分ほどの距離にあることから、同市の衛生都市、ベッドタウンとしても発展してきた。また、東レ創業の地であり、現在も主要な研究開発及び、生産拠点となっている。 2010年国勢調査によると人口集中地区人口密度は約7000人、軽平方メートルとなっている。市内では、平洋軌道路線と専用軌道を含む軽半電気、鉄道大津線が運行されている。大津市中心部周辺の空中写真。1987年撮影の18枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。大津市の地域は、琵琶湖の南西岸から南岸にかけて南北に細長く広がっており、古代より琵琶湖の水上交通の要衝であった。西隣の京都市との境には、冷え山が南北に走り、山を挟んで向かいあう同士との関係が深い。なお、都道府県庁所在地同士が隣接している例は、日本では、 両市のほか、仙台市と山形市、福岡市と佐賀市の計算例があるが、この中でも格段に近接しており、両市の中心部からの距離が約1 0キロメートルしか離れていない。JR 西日本の新快速では、大津駅から京都駅まで約10分、大阪駅まで約40分で到着する。市内の町名市域の多くが大見盆地に位置するため、 全般的に内陸性気候である。旧片田町区域は豪雪地帯に指定されている。気象庁などが発表する滋賀県の天気予報は、北部と南部の2つの一時細分区域に分けられているが、東市域はこの一時細分区域をまたいでいる。北部は、伊カリ市所、小野市所、葛川市所、木戸市所、小松市所及び、和西市所管内、南部は、さき以外の管内である。 一時細分区域をまたいでいる市区町村の例としては今でこそ平成の大合併により他に仙台市や古城市などがあるが平成の大合併以前にこのような状態であったという点で大津市は全国でも珍しい例である国土地理院地理情報によると大津市の東西南北それぞれの橋は以下の位置となっている温城寺大水院宮志賀郡大津町馬場町 松本村、東浦村、藤尾村、別所村、新出村の区域をもって大津町が発足。滋賀郡坂本村、小言村、下半本村、久留本郡大石村、下田上村を編入。2010年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると4.30%増の337,629人であり、増減率は 県下19市町村中で4番目、都道府県庁所在地の中では、東京特部、福岡市に次いで3番目に高い。行政機構については、大津市役所を参照。伝統産業として、大津絵、大津そろばん、松本瓦、ゼゼ焼き、湖南焼きなどがあるほか、以下の特筆すべき品目がある。主な企業、主な商業、施設浜大津アーカス。 金融機関漁業警察消防医療国の機関県の機関その他、JR 私鉄工作鉄道作動高速自動車、国道一般国道主要地方道、一般県道有料道路道の駅大津港は、滋賀県が、その他の港湾は、大津市が管理している。ビワコバレーのビワコ、テラス1929年、小ごと温泉で最初に営業を始めた、湯本館。 浮世絵や情報落語の題材として知られる八景である。八景のうち七箇所が投資内に所在する。ありがとうございます。